どうも、うぷ主です。今回は前回の続き。サンタルチア駅で、イタリア車両を取り鉄し、ベネチアの街中に繰り出します。それでは、ゆっくりしていってね。うぷ主はただいま、サンタルチア駅の構内にいます。タバッキという、イタリア版キオスクに入ってみましょう。日本にはないものが陳列してあり、興味深いです。観光地らしく、T シャツやお土産も扱ってますね。なあ、この甲羅を見てくれ。どう思う？すごく、高いです。高すぎるぜ。2.5 ユーロ、350円。日本の定価の倍以上だぜ。この、日本でいう、ランチパック4ユーロ、560円。今思えば、ベネチアはいろんなものがとにかく高かったぜ。発車する車両を取りに、ホームの奥まで行ってみましょう。ちょうど、各駅停車っぽい車両が、入線してきました。ここからしばらく、電車の発車シーンがひたすら続くぜ。動画が無駄に長くなるので、この後の行動を補足します。サンタルチア駅を出た後、すぐ近くの観光案内所に行き、美術、博物館パスを購入しました。ベネチアにも数多くの博物館があり、個別に支払うよりもお得だぜ。24ユーロ、3400円でした。ただ、うぷ主の正直な感想としては、しょぼい博物館、美術館が多かったぜ。観光本に載っている、ブカーレ宮殿、コッテール博物館だけで十分だぜ。ここに映っている人、イタリアのてっちゃんだぜ。うぷ主と同じく、ひたすら電車を撮影していたぜ。声をかけて、撮った写真を見せ合いしました。てっちゃんに国境はないぜ。聞こえはいいですが、実際は、おお、グレートー、ナイスアングルー、
ビューデフォー、アンビリバボー、アイムジャパニーズ、アハン、などなど、意思疎通ができたかも謎ですが、互いの写真、カメラ自慢をしてました。なかなか貴重な経験だったぜ。さてさて、ベネチア市街をぶらつきましょう。天気は小雨が降ったかと思えば、カラッと晴れたりと安定していません。ただいま、11時。12時過ぎには晴れたぜ。地図で現在地を確認します。現在地はサンタルチア駅前。徒歩でリアルト橋を目指します。
適当にスライドショーっぽく貼り付けましたが、いかがでしょうか？曇り空でもこの絶景。晴れてきたから、これからが楽しみだぜ。こちらは、トラゲット。カナルグランデの両岸をつなぐ、渡し船です。カナルグランデには、リアルト橋を含め、全部で4つしか橋がないから、川を渡る、このトラゲットは重要らしいぜ。トラゲットは、基本、立った状態で渡るようです。これはこれで面白そうだな。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。